よ。そういうことあまり自慢しない方がいいの。パパ、パパ、うん、あんたも入ったの、うん、そういうことあんまり自慢しないんだけど、子供が池にはまりました。3人の子供がそれを見ていました。2人の子供が助けを呼びに行きました。なるほど。この絵を見て何かお話を作ってくれる。はい、坂上くん、子供がこの子は何やってます、この子は何をしていますか。はい、僕は今坂上くんに聞いてる。この子は何をしようとしていますか。降りなくなってしまったんだ。高いところに登っています。すると、この4人の人は今何をしてるんでしょう。助けを呼びます。今坂上くんに聞いて、この4人は何をしていますか。降りさせようとしてるわけか、はい、あ、なるほど。この人たちが助けようとしてるわけだ。他にお話を作ってくれる人、はい、お話を作ってくれる人、じゃあ大場くん、どんな話ができる。これ、この子はまず何をしていますか。上で体操して、で、降りれなくて、で、下の子たちが助けています。この子は高いところで体操してるんだ。こんな危ないところで体操してるの。そこで北にいる子が助けようとしてる。僕はそうじゃないと思うんだ。これじゃあ山田君何してるの。この人はふざけたら先生ほっぺた中だぞ。はい、志賀さん、僕も真似しな。この人は何をしていますか。その子はところに登って、登りましたと。いいことしてるのか悪いことしてるのかな。悪い、悪いことしてるんだよ。この人高いところ登っちゃいけないよとお父さんお母さん言ってるのに登ってる。でこの4人は何言ってるの。4人はダメだよ、登りたがってた。登りたがってるの。登っちゃダメだよ。あ、登っちゃダメだよって言ってるのかね。そのとこ登っちゃダメだよって言ってるんだ、うん、じゃあ今度次の絵見てください。これはね、何をしてるんでしょうね、このお家の中で。はい、はい、大野くん、何してるこの二人は。はい、じゃあ大野くんに聞いて。はい、はい、この二人は何してますか。何をしてるのかな。子供を追いかけてる。追いかけてる。鬼ごっこしてる。はい、はい、はい、吉村さん、この二人は何をしてますか。遊んでる。じゃあこの三人は何をしてるでしょう。はい、じゃあ大場くん、元気に負けた。この子供は家の中で遊んでいます。この三人が隠れて、おう、で、この二人は、この、あ、間違えた。この三人が買い物しています。まずこの二人は遊んでいます。じゃあこの買い物をしてる子はなんかお手伝いしてるんで、竹本さんはどんな話をできる。これ見て、お家の中の人間はお話をしてて、それで子供たちがそれを見てた。お家の中の大人が二人お話してて、それで子供たちが外からそれを見ていました。いいね、はい、じゃあ今度これ、おお、化けみたいだ、はい、じゃあこの何は何をしてるでしょう。松山さん、何してんのこの3人は。お化けが怖いから逃げて、怖いから逃げています。はい、今の話いいね。もう分かりましたね。はい、大野くん、どんな話ができる。夜にお化けが出て子供たちが逃げていきましたって言うな。逃げていきました。うまい。今の言い方上手だってみんな手叩いてあげて。大野くんはね、正しい言い方ができますよ。夜にって言うな。みんな、夜に、お化けが出て、お化けが出て、子供たちが、子供たちが逃げて行きました。じゃあこの言い方はね、正しい方じゃありません。私食べるって言うでしょう。あれは正しい方ではありません。ここには何かを字を入れなくちゃいけません。何でしょう。私がかわだな。私は食べる、言ってごらん。私が食べる。中にはね、
リンゴ食べる、リンゴ食べる、リンゴ食べる、アイス食べるっていうの、それは正しい方に、正しい方、リンゴを食べる、そう、リンゴを食べるね、私リンゴ食べる、これは正しい方じゃありません。私はリンゴを食べる。お、そうだ、いいこと言ったね。じゃあ行ってみよう。私は、言ってください。私は、私は、リンゴを、リンゴを、食べます。食べます。さあ、いよいよお話を作ってもらいますよ。子供と、魚で、誰か、お話を作ってくれる人はいます。はい、ありました。子供が、川に行って、川に行って、はい。お魚を取りました。いいお話、みんな手叩いてあげて。あんたお話うまい。はい、小説家になるんだ。はい、じゃあもうちょっと足してみよう。茶碗、子供、茶碗、魚。はい、はい、この3つで作ってくれませんか。はい、ちょっと待って、まだね、この茶碗ちょっとね、難しい、これね、ちょっと変える。難しくない。え、じゃあ子供と魚と、え、クレヨン、クレヨン、はい、えって言っちゃったかな。はい、見てるかな。はい、ねえ、大場くんがね、お話うんと上手だ、聞いててごらん、大場くん。人間が魚を釣りました。そして紙 にクレヨンを書きました。クレヨンで、クレヨンで描きました。うまい、見抜いて叩いてあげて。スラスラ言いましたよ。人間がか、子供が、ここだけちょっと変わるな。子供が、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 がをしっかり、子供が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 、ど、どうも弱いな。子供が、子供が、ロじゃなくてね、子供が、子供が、魚を、魚を捕まえました。捕まえました。クレヨンで、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 山田君の声くらいぞ。クレヨンで、クレヨンで、こっちを見てやれ。クレヨンで、クレヨンで、絵を描きました。絵を描きました。じゃあバスと茶碗と、バスと茶碗でできるこれ。はい、できるこれ。はい、じゃあシガさん、バスと茶碗、こうでもいいし、こうでもいいよ。人がバスに乗って、うん、ご飯食べるのが遅くなっちゃったから、バスで食べました。バスの中でご飯食べたの。まあ遠足みたいだね。あ、そう、子供が遅くなってしまったので、バスの中で茶碗、茶碗、茶碗、茶碗はどうするの。持って帰る。こういうのはどう。バスのが揺れたので持っていた茶碗が割れました。あーじゃあ、え、いいじゃないね。それでもちょっと僕の真似してくれる。バスが、言ってな。バスが、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 バスが揺れたので、揺れたので、持っていた、持っていた茶碗が、茶碗が割れました、割れました。花とね、花とね、魚。はい、山田君、花と魚。花が、いやいや、山田君、山田君、花が、その花じゃないの。花と、花、この花よ、チューリップのような花。花と魚で誰か話を作ってくれる人いないかな。はい、作ってくれないかな。はい、はい、じゃあ高橋さん、これちょっと難しいね。はい、あできるこれ。ちょっと秋元さん。これはちょっと待って。ちょっと待って。静かに。何？川にいた魚はお花を見ていた。お花を見ていました。最後まで言ってみろ。お花を見ています。あんたきちんとした話し方できますね。はい。じゃあ言ってよ。は、川にいた、さん、はい。川にいた。魚が。魚が。お花を。見ていました、見ていました。じゃあクレヨンとね、バスとね、子供。はい、はい、絶対にできる。絶対できる。じゃあ坂上くん、絶対にできる。坂上くん、バスで人間、子供が、バスの中で絵を描いて、
クレヨンで、これクレヨンを使ってクレヨンを使って紙に絵を描きました。うまい、みんな手叩いてあげて、ちゃんとお話しまいよ。バスの中で、言ってらん、バスの中で子供が、子供がクレヨンを使って、クレヨンを使って絵を描きました、絵を描きました。じゃあもう最後だぞ、これはいいか、この茶碗と、難しいぞ、花と、まだ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 、これちょっと困らせてやるかな、クレヨンと、もう一つ欲張って、あんたらやってんの、あの女の先生にあげてきて、女の先生にあげてきて、魚、これは難しい、はい、今日の大場くんがすごい頑張ってる、はい、ちょっとお母さんの顔見てから笑ってる、笑ってた、うん、よかったな、みんな手叩いてあげてよ、大場くん一生懸命やってるからお母さんにニコニコ笑っててくれるんだって。じゃあ大場くん、もっとお母さんをニコニコ笑してやろう、いいな、はい、あれ作ってみろ、待ってよ、じゃあゆっくりよ、魚が海の中で、いいぞ、はい、チューリップが、が、が、チューリップ、チューリップが、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 ピンクになりました、ピンクになりました、それで、あと2つ、お家の中で、が、が、お家の中で、子供が茶碗を、茶碗を食べています、茶碗を何、茶碗を何してるって、茶碗を食べています、パ跳ねてる、違う、食べてる、パレてる、食べてる、食べてるの、うふう、子供がちゃんを食べています。じゃあこのクレヨンはどうする、クレヨンはご飯を終わった後でクレヨンを塗りました。塗りました。なんか話がちょっとね、いろいろと飛んでます、難しいね、哲学的な話だからね、はい、待て、魚が水の中でチューリップを見ています、それでもいいな、そして僕はお家の中でクレヨンを使って茶碗の絵を描いてます、あ、それでもいいんだな、よし、これちょっと難しかったね、でももう一回大場くん手叩いてあげてよ、難しいんだぞ。じゃあこっち行くよ。あともう全部できるかどうかわかりませんが。さぎそれ。まだ半分しかやってないんだよ。さぎそれ。うさぎ。そんなにや、そんな。そんなのさ、一度にさ、できるわけがないじゃん。そうなんだよな。なんで今度やれば？じゃあ今度やったらまた遅くなった。ちょっとお遊びするか。これは何だって忘れなんだけどね。え、何が、これ何だか分かる、雪だるま、分かった、雪だるま、じゃあこれは何だ、風船、風船、本当に分かった、じゃあこれは何だ、アイスクリーム、キュウでした、これは何だ、もうないのか、そっか、じゃあこれは何だか分かるか、風船、太陽、お月様、お月様でしたね、これは何だかわかるか、何す、車、車、太陽、空、電車でした、風船、これは何ですか、風船、風船、ね、どこどもよし、まあ今日はね、ちょっと時間だからごめんね、よし、これはね、不思議な絵なんだよね、こう顔があるでしょ、じゃあみんなね、姿勢をね、よくしてごらん、よくするとね、この絵がね、笑い出すの、ほら、笑ってないじゃん、笑ってない、うん、笑ってるでしょ、笑ってない、笑ってない、じゃあね、姿勢を悪くしてごらん、こんな風に、そうするとね、ほら、絵が怒ってない、怒ってない、え、困ってる、え、困ってる、困ってるでしょ、じゃあ絵をみんなもっとにっこり笑わせてあげてよ、はい、絵がはにっこり笑うんですね、どうしたらいい、ね、それじゃあ今度お父さんが来たの、お父さんがね、お父さん来たんだよ、それじゃあみんなね、一生懸命勉強した今日、うん、じゃあ一生懸命